皆さんこんにちは。捨てられた椅子に座るシリーズ、記念すべき2500脚目を見つけまして、これからライカ中村さんによる撮影をお願いするところです。はい、駅でライカ中村さんの登場を待っておりますが、ちょっと時間がかかっているようです。外気温5度、まだかまだかと待っていたら突然現れました。2500脚目がある現場に到着いたしました。非常に寒い、寒い時は足踏みをして待て、これは映画アンタッチャブルで学んだことです。ライカ中村さんの準備が整ったようです。ダウンジャケットを脱いで、タキシード姿で2500脚目に座りました。はい、ここからライカ中村さんによる撮影がライカで行われます。はい、姿勢を整えて目線をライカに向けます。あ、ライカを構える中村さんの方に向けます。手はこんな感じでいいでしょうか。中村さんの指示で手を顎に乗せてみました。どうでしょうか。寒いので早めに決めていただきたいという気持ちはありますが、お互いいい作品を残したいという気持ちは一緒ですので、寒さは二の次ということになりましょう。はい、どんどん撮影が進んでいきます。おっと、雪かなという、どうでしょうか。寒い。あー、いいですね、いい感じです。今回も、ライカ中村さんによる、素晴らしい写真が出来上がってまいりました。私的には満足ですが、もう少し、違うカットを撮りたいということで捨てられた椅子に戻ります。外気温は4度ほど。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。